おはようさん、こんにちは、こんばんは、アラフィフでございます。バイオハザード RE2、続きをやっていきたいと思います。レオン編でございますね。確か、どうなってんねや。うわぁ、持ち物すごいな少ないなぁ。もういけるんだな2回まだ取れてないところ、で3階か。ちょっといっとこう、一応な。もう一回な。なんとなく思い出したようなところもあるものでね取れるもんは取っておきたいかな。次戦うのがね、シャワー室のやつは全部やった。3階か、3階のやつやな。3階のロッカーがあったはず。これが、マグニアムあの弾やったんやねあのなんとなく覚えてたのが、これうちの近所のホームセンター、近所っちゅうわけじゃないけどね、あのホームセンターの方のねに、こんな名前、こんなのがついてたようなことがあったので、それでっていうことやね。よいしょ、これで、預けといて、あーと何にもとこか、もっとこな、もっとこなあかんねな。あ、これ一応、このスプレーあるからいいかな。で、先行手榴弾、ガンパウダーやろガンパウダー1個しかないんだよな。これで行くしかないっちゅうことやな。こういうことしかないんでね、結局ね。手に入れるようなものはもうここはな、無理やから、理念室かなんかの、あの何キー、3番のキーを手に入れんとあかんやろ。だからね、もう行くしかないのよ。これもこのままパッパと戦うしゃあない、状況になってるのよね、これもね。いやー、行くか、もうな、しゃあないよな。ここは多分これジャッキやろ。で、ここはUSB、スターズの USB やろ。 USB こんなとこではないやろ。リネン室は鍵がなくて入れへんやろで、ここはわからなかった、わからんかったな。で、待合室もこれはちょっと番号さすがに忘れてて行けてへんというこっちゃ。まあ行くか。はい、まあ、下に何か物あるわな。地下に通じてるぞ。さあ、地下に通じてるぞ。外に出られる。ブラナー警部補、マビ、行きましょう。もうやばいな。
今すぐ病院へ行かないと。俺はいいから早く逃げろ。捕まって。行くんだ。でもまだなんとかなります。一緒に。もう手遅れだ。ああ、俺だってそうしたいさ。だがもう間に合わない。これ以上被害は出せない。なあ、もうちょっとおかしくなってきてんやろな。だから行け。かゆう馬みたいなことになってきてんやろな。わかりました。まだ死ぬ前からね、ちょっともう食いたいとかね、そういうことになってきてるんやろうと思いますわ。自分でも分かってるんやろうね。だからそれでこういうことにしたんやろうね。残るという選択ね。まあ過酷。ショットガンの弾やな。ちょっと嬉しいか。やっぱりこれはちょっとありがたいね。で、なんか乗ってるじゃん。じょって、まあガンパウダーか。ガンパウダーな。後々のちょっと、あ、作っ、まあ、置いとこか。後々のために置いとこう。まあ後々がなあるかどうか分からんけどな。あと何が、とハンドル差し込み口か。これな。なまあこれね。T 型のねハンドルがね必要になるんです。ここか。行くっきゃないね。行くか。さてと、まあ何がファーや、ほんまに。じゃあね、しばらく帰ってこれないわよ。まず一番下に物があるので、多分ね、物どっかこの辺に落ちてるね。多分ね、あった。手榴弾ね。閃光よりも手榴弾の方がいいかな、とりあえずな。でこう開いてねえでしょ。でこれもねないのよ。まだなんかが落ちてるはずやな。どこにあんね。どっかに何かがないと助けて、くれくださいというアイテム。なんかない、あったはずやねんけど、ないんか。これだけか。手榴弾だけかな。これがね、なんや、これは。多分カスタムパーツやな。何のパーツかはわからない。けど、カスタムパーツであることは確かやと思う。こんだけやな。そしたらこの先にパッパが待っている。待っとかんでもええのにな。走るか。ほら、走り回っとっと。何かが落ちているのかね。落ちてないなかったかな。何も落ちてなかったのかいなと。この辺に何もなければないね。ないですね。ないです。向こうにあるんやろ。 OK、 行くと。さあ出てきますよ。
でこれで行く先に行こうとするとやね、来るねやろな。ここで引っ返してる分には来えへんけど、行かんことにはお話にならへんから行く。ほら来た。出方はクリアとなんかちゃうような気がするけど、なんか落ち方は違った気がするんやけどもね。いや、まずは逃げちゃう。アイテムが何か適当なところにあるんやねと。よいしょ。で、あ、来てる、パッパ来てるぞ。こっちで押してるもんを拾いつつ、マーティー、うわ、あ、ちゃ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 、いて、そこ、それはいかんぞ。それはダメだぞ。やっていいことと悪いことがあるぞ。もちろん赤、悪いことな、それね、やったら。こんなものかな。ちょっとあとはもうハンドガン主体にて戦わないといけないね。もうないな。わお。怖い。なんか武器見えたし。ってそっちかよ。何さらしますかな。あ、来てる。怖っ。手榴弾。怖いっす。待ちたく、うわ、わ、そう、間違った。あだ。うわ、走るな。走ってくるんじゃないよ。これ目玉は出たけども、そんなに来てる？あ、来てるね。あ、来てる。怖い。怖い。ちゃう、間違えた、ボタンを間違えた。ちょっと直しとこうか。しゃあないな、こっち使おうか。わあ、はい、ショットガン。そう、ショットガン。
こんなもんか。いやー、怒っとる怒っとる怒っとる、怒ってませんか。どこ行った、どこ行った、あ、撃っとった。いい先行、あ、そんなに早く復活するのかい。へへーだ、コラガン、やば、死んだ、ここでは死にたくないぞ。ここまで来て死にたくないぞ。あ、来て来て来て、いい、いい、うい、引っかかった、ね、わあ早いねん、早いねん、くんの。来てる来てる、うわ、早い早い早い、うえ、早い早い、あー早い早い、わ、あと一発で終わったん、はあ、キッズ、なんとか死なずには済んだようで、ウィースどこや、こっちか、い、あー登ろえい弾減ったな、ガンパウダー、どうかこの辺に何か、あ、ハーブだね、あーハーブなー、どうしようかなー、まあまあもうちょっと我慢した方がいい、いいかな、あれ、あ、これパッパーに落とされたとこか、あ、ここもないな、で、な、何をせえと、これで OK かこっちか、ここに来て、なあ、そうか、物は何もないので、この機械レバー操作やな、橋か、確かな、スライド橋やね、お、動いてる動いてる、よっしゃ、こっちやな、あー恐ろしかった、めちゃくちゃ弾減った、まあしゃあないけどな、と、物が何かないのか、あるな、ロッカーですか、サイドパークはええけど、サイドパークだけさてと、あ、ここからワンワンか、ガンパウダーはちょっと今置いとかしゃあないな、で使っといて、これでいくか、確かレオン編はね、
違ったんですよ。ここがここからいよいよ彼女が登場するんですよ確か。やだね。物なんもなかったか。さっき言え。何もないからね。はい。ダメだ。カードキーがいる。ワンワン。出た。誰だ。気を抜かないで。おお。エイター。銃を下ろして。FBI よ。どうも。ご協力感謝します。よくここまで来られたわね。 FBI だって何が起きてる。悪いけどそれは機密情報なの。どこへ行くんだ。自分の命が惜しいなら、くだらない質問はよしてここを出るのね。本格登場はこの2、プレイステーション1で出ていたバイオハザード2、これのねリメイク前のところから本格登場したエイダ・ウォンです。名前だけはあの PS1 の最初のバイオハザードの中でもね、パソコンのキーワードとかメールの中の、人物としては出てましたけども、本格登場はこの2から、名前だけでしたね。2っていうかね、これリメイク2やけども、あのリメイクする前の2から登場ですね。ですね。ここから行こう。よし。オッケー。ね。これはもう勝手知ったる。一緒。これね。ラクーン君を撃たないでというやつやね。撃つよ。見つけたらな、なかなか見つからへんかったりするんやけどね。確かそこにおったんやけど、おるんやね。ここにおるわ。撃っとかなあかんな。これエイダの時に、エイダじゃねえや、あのクレアの時にやってなかったんやろね。ショットガンの弾嬉しいな。こいつらをやっときたいけども、持ってないのよナイフとかな。これ動くんだわ絶対に。うん、やっときたいけどね。これダイヤのキーやしな。次ダイヤの鍵が手に入るとは思うんやけど、 OK ね、はい、で、さてと、こっちは開いてないでしょ。だからね、さあThank you.
こんだけやな、ショットガンとかな。少ないな、弾な。これ行くんか。クレアの時には、確か、リッカーなのよね、ここね。ショットガンの弾になるな、ガンパウダーあったらな。これはもうここワンワンやね。あ、当たんねえでやんのよ。やっと来たいしな、やっぱりな。ね、もうなってもとるからな。もう一匹。とりあえずここはオッケーやけど、どうせ出てくんだろ、もうちょっとやってたらな。話がちょっとでも進みやな。さあここな、倒しとくか。きついな。怖い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 、ゾンビといえども。うわあ。オッケー、この辺はクレアと一緒やね。どこぞに、この辺か、あいアイテムが、あ、そうやね、この辺も変わってねえし。よっしゃ、ああそうか、あの鍵もやっといた方がいいやな。で一番端か。でなんか、はいはい、OK ね。これは嬉しいな。はい、でここやな、ここやろう。これで取ってしまえばもう大丈夫やろう。おお、逃げる。オッケー、ダイヤのここからや、問題は多分。リッカーじゃないからな。早い、動きはやたら早い。ワンワンやからな。出てくっだろ、どっかから。この辺の穴か、まだ大丈夫か。
その辺来そうやな。そろそろ。ここも。やばいんちゃうか。これしとこか。調べて。オッケー。何が入ってんのかな。マチルドの、マチルドバーストストックか。3点バーストになるストックだしょ。うん、3点バーストではちょっと弾が、現状弾が指切りがうまくいけばね、一発ずつもいけるんやろうけど、そんなに私はうまかないっすからな。ちょっと返しとこうかな。ね、3点バーストストックちょっと置いとくわ。もうちょっと弾が潤沢になったら使うとは思うねけども、グリーンハーブ、それとガンパウダー1個取り出して、はい、組み合わせてこうでしょ、組み合わせてこうやね。でショットガンと、2つぐらい持っててもええかな。ええやろ、ハーブな。どこ行くんや。あ、ここか。クレアの時ここは空いてなかったね。なんじゃい。はい、誰もおらんの。お、なんか押してるぞ。あー、ラッキー。うわー、これでもまだこんだけ全然足らへんな。あ、地図だな。あー、こんなところに警察署、地下の地図。はいはい、地図があったので、ここ OK か。これ開いてんのかいな。嫌な感じやね。と、開いてない、開いてない。わっ。習慣されている人たちがみんなゾンビになっている。うん、とりあえずここにぶち込まれてる人たちやな。これを、何も起こらない、電気来てない。ここも同じような状況か。いいな、と似たような状況やね。お、誰だ。お、誰だ。信じられん、普通の人間だ。いや、普通の人。ずっとここに。ああ、長かった。残ったのは俺たちだけ。いや、まだ何人かいる。ああ、そりゃいいニュースだ。ああ、アイアンズの使いじゃないよな。アイアンズ社長のことか。まだここに。知るかよ。誰かに食われてればいいが。どういう意味だ。あいつにぶち込まれた。
理由があったんだろう。ああ、そうさ。奴の不正を暴こうとした。おかげでこのざまだ。クレア編をやってるとね、わかるわな。な、取引しないか。ここを開けてくれ。この駐車場のカードキーが必要だろ。悪いが、それは無理だ。まずは所長と話す。あんたも警察署の囚人みたいなもんだ。お互い助け合って一緒に逃げようぜ。くそ、来やがった。おい、何が来たんだ。つべこべ言ってないで逃げるぞ。こいつがいるんだろ。さっさとここから出してくれ。うぃえ、嘘だろ。ウケ。誰だ。お、私よ。お、もう来た。そんなもの向けないで。一体何が起きたのか。一瞬のことで。ここを出るように言ったのに。いやいやいや、出られねえから。出られるんだったら出てるから。情報提供者よ。私の捜査に必要な情報を持ってた。それじゃあこの男はまた何も言わずに行くのかよ。名前すら知らない。俺はレオン・ケネディ。出口を探すのね、レオン。手遅れになる前にまた話しましょう。エイだよ。ここで初めて名乗ったんだね。ウェーイ。一体何が。えれえことになっとんな。なんすかこれは。ここか。ちゃうわな、全然な、これ。おお、クランクじゃないですか。クランク使うんだね、クレアと違ってね。これで戻れるっちゃ戻れるわけか。で、ここ何回もこんな。アカンハメになる。電子部品取ったら、話がお済みになったから、この人もこれ後々復活するか分からんな。ここも決して安全ではあるまいて。タイラントネメシス T が徘徊しだすんやろうな。でもすぐじゃないやろ、さすがに。さすがにクレアと一緒であのヘリのタイミング。いや、それより早うからもう出とるからな。でもな、こっちかい、行かなあかんのは。怖いね。どっかから出てこないでよ。こっちに これやな、多分な。つながったよ。悪の館へ。
こっちはさっき塞がってた方がここなわけか。そういうことやね。あ、いきなり一個あんじゃね、これ電子部品じゃね。イージスマーク、ほい。これやな。う、いらぬ声がしておる。ハーブがある。まだ物は落ちておるだろう。落ちとるね。ガンパウダーの系統か。ガンパウダーだね。ワンワンやろ、あの声は。物はない。電源室かよこれ。なんかの電源やろこれ、どうせ。うわあ、入れ、へい、んん、行き過ぎ。あ、開いてもた。電源入った。これで行き先が増えちゃったわよ。ほら、なんか来てるかな。あ、多分打ちすぎた。もったいね。一発でよかったな。まだ来るか。来ねえか。いや、物はもう大丈夫ね。ここないな。オッケー。大丈夫な。こ、おるおる。ちょっと使ってからしゃあないやろな、ここはな。ワンワン早いからな。ああ、こっちか。それはないわ。間違えた。ここちゃうやんけ。ここ入ったらあかんへんとこや。もったいな。こっちはいかなあかん。おるかな。弾もったいねえわ、あれは。ほら来た。いい、一発で倒せるのはいいけどな。ここはえっ、ー、と電気が通電したからな。大丈夫やな。ここ物が、物がある。どこや。こっちか。
取り漏れがあるな。なんかここか。あったな。ブルーハーブ完全回復薬できた。オッケー。で、安心できへんな。ここちゃうんやな。こっちの中の方か。もう一個通路があったな。ここやろ。あ、でもダイヤの鍵、え、ダイヤの鍵持ってた。手に入った？入った、入って、入ってねえな。これ取っとかな。出てくるような気もするし。走らずに。赤ハーブか。フィルムだな。だけか。もうここ混んでいいわ。オッケーだ。で、こっちやな。これで、お、おお、これはどこ。ああ、っとっとっと、ちょっとこうやね。こんなとこは知らねえ。これ、来られてないとこになる。いや、来てる気はするけども。お、ハーブ、ブルーハーブだね。完全回復薬になったな。おお、ここはロッカールームじゃないですか。ほうほうほう。黄色ショットガンの弾作っとこう。ハンドガンの弾か。電気が あるわ。電気ありました。つけて。なんか物がまだ入ってそうな感じがする。ちょっとこれ電子部品預けとく。フィルムまだ預けといたらええやろ。クランクは使いそう。ショットガンの弾は組み合わせて置いといたら。これはもういらんから置いとく。これじゃあこれと組み合わせてこうやな。これをどうしようかな。こうしとこうかな。整理な。この中走っても大丈夫やろ。なんか物があればいいな。電子部品、これはヒューズだね。どっかでヒューズを使うんでしょう。なんかここか。これが、はい、マグナム、マグマムの弾。こんなものがあったらそろそろほな手に入るいうことやろう。普通にあるんやからな。うん、オッケー。というわけで今回ここまでということにしておこうかね。なんとか結構進んだんで、時間的にももう結構やってるな。1時間ぐらいやってるな。というわけでございます。どうもご視聴ありがとうございました。よろしかったらまた次回お会いいたしましょう。
バイバイ。